さあテレビの前も前のあなたもご一緒に NHK をぶっ壊す。さんはね、先輩で週刊子供ニュースにいていらっしゃったんで、あれ NHK の報道局で週刊子供ニュースって左遷なんですよね。もう全然ダメ、あそこにいる人ってダメなんですよ。そっからまあ民放に行って今ねあれですけど、なんかでも結構いいこと言ってるんじゃないですか。ちょ、彼自身が全部調べてるとは全く思えないですよ。でも悪くないんじゃないですか。あんまり直接は知らないです。なぜかっていうと、池上彰さんの本を見て、あのオリラジのあっちゃんが今 YouTube やってるじゃないですか、 YouTube 大学、あれものすごく参考になるので、まあまあ池上さん池上さんでいいんじゃないのっていう感じですかね。まあ、結構あの知識的に啓蒙されてるっていうのはすごい分析あると思うんですけど、うん、まあただなんかそれにちょっと隠れてちょっとなんかそういうメディアのそういう意図を一応見つけてる。あ、それはあると思いますよ。うまく使ってると思いますよ。だから池上彰さんがそんな素晴らしいというか全知全能というかいろんなことを知ってるとは僕全く思わないですよ。ただ他の人が調べたことも池上彰さんが言えばなんか信憑性があるみたいな、彼がカリスマ性が高いように見せてるのはテレビ局のうまさだと思いますから、まあ、僕はもう全く見てないので、あのそれはそれでやっておけばいいんじゃないのっていうぐらいですかね。ありがとうございました。